こんにちは、最強のゆめるです。最強の兄さん、しょうごです。今日はコメント欄のね、質問に答える感じにしたいんだけど、うん、結構そのロシアの学校での、あ、そうそう、細かいこの生活のね、部活のこととか、うんうん、プールの授業あるんですかとか、うんうん、結構ね、学校っていうことに関する質問が結構来て、うんうん、そもそもロシアの学校の仕組みっていうものが日本と全然違うんですよ。そう、日本の学校は何もかもロシアの学校と違うから、いろいろ話したいと思います。まずその日本と同じ前提で言うと、一個ずつのね、その竜の話が入ってこないから、うんうん、まずはそのロシアの学校の仕組みっていうところから竜に解説してもらって、その上で質問にね、答えていくような感じにしたいなと思います、うん、でまずはロシアの学校の、あの小学校、中学校、高校の学年は日本と全然違うので、日本は合わせて12年じゃん。そうだね。ロシアは合わせて11年で、小学校は4年。小学校4年なの。そうと、中学校は4年、うん、と高校は2年。10年なんだ。4、4、2年。あれ、え、あれ、1年足りなくない？中学校は5年。中学校5年。あ、なんかなんで難しいって言うと、あの日本だとなんか中学2年生とか言うじゃん。うん。ロシアはそのないから、普通に、あの、7年生、8年生って、11年生まで数えてるの。11年生、1年生から11年生までが、そうそうそう、学校なの。そうそうそう。で、1、2、3、4は、小学校。うん。4年までは、小学校。で、5、6、7、8、9は、中学校。うん。で、高校は、10、11。で、普通になんか11年生って言うから、高校1年生っていう、なんかそういう言い方はない。義務教育ってものあるの？義務教育、なんか法律的にはどうかわからないけど、まあみんな必ず小中学校出てる。小学校って何歳から始まるの？大体、まあ平均は7歳。平均は7歳だけど、別になんかそういう決まりがなくて、もう8歳に入る子もいるし、6歳に入る子もいるし、で、りょうは、あの、なんか、まあ、早生まれみたいなもんだから。あ、ここ大事なのは、あの、まあ、ロシアだけじゃないんだけど、うん、日本は4月からじゃん、6年。うん、そうだね。で、ロシアは9月から始まる。うん。だから、その、早生まれの概念もちょっと違って、りょうは夏生まれだから、6月生まれ。うん。で、あの、学年は、そっか。9月からで、で、なんか、6歳になったばっかりなのに、なんかもう1年生みたいな。そっか、平均7歳だから、みんな7歳になってる中で、リュウは6歳なんだ。そう、いや、6歳だし、もう本当にもう2ヶ月前に6歳になったから、うん、めっちゃ学校行きたかったの、とにかく。うん、なんか、幼稚園がつまらなくて、もう幼稚園ほぼ行ってなくて嫌いで。うん、タモリみたいなの。タモリのちょっと人生の所在は知らないけど。うん、呼び捨てするの。で、なんだ、話。そうそう、早く、とにかく、早く、学校に入りたかった。うん、で、なんか入るときは、まあ、面接みたいなものがあって、まあ、簡単なテスト。え、私立じゃないよね。うん、私立。公立校だよね。町がやってる学校だよね。町がやってる学校、そう。そんな田舎で、まあ、町やってる学校しかない。日本の感覚からしたら、うん、その、小学校入るために面接するっていうことが、それとも、私立のいい、その、幼稚園児が受験することでしか多分ないんだよ。いや、公立なんだけど、そのなんか、いい学校だった。なんか、ギムナジウム。ギムナジウム？ギムナジウム。うん。ギムナジウム。ギムナジウムっていう仕組みの学校だった。そう。多分ちょっと勉強のレベルが高いのと、生徒のレベルちょっと高い。なんか、ヤンキーあまりいない。高いって言ってもさ、うん、なんか別にお金持ちの子供たちとかじゃなくて、うん、なんか、親が、なんか、職についてるみたいな。そんなんでいいの？いや、なんか、あの、結構田舎で、うん、で、その、なんか、あまり良くない学校は、もう本当に、もう、その、レベル違いくて、その、通ってる人たちの、うん、なんか、普通に、なんか、中学生でラグやってるみたいな。ああ、そういうこと？そう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 、なんか、治安の問題。治安なんだ、そのそうそう。で、なんか、親が、なんか、アルコール依存症みたいな、そういうイメージあった、その、街の、あまり、印象の良くない。うん、
で、うちの学校そういうのなくて、まあ、なんかちゃんと知ってる人たちが通ってるみたいな。うん。そう。あそこに入るために面接があったの。そう、まあ、でも全部あると思うんだけど、ある程度ね。わかんない。なんか自分が6歳で入ったからあったのか、それかみんなやってるのか、本当にわかんない、その仕組み。で、7歳で、だいたい、7歳になってから入るんだけど、要は6歳になったばかりの頃入ったけど、別に、要だけじゃない。そういう子たちも他にもいた。逆に8歳で入る子もいる。いる。うん、いる。で、それ今はそうなんだけど、ちょっと前までは、世の親の世代ぐらいは、学校は全部合わせて、10年だったらしい。その11年じゃなくて。あと、なんか、世の、本当に、学年1校上の子たちが、小学校の4年生を飛び級するっていうシステムがあって、うん、何年か続いてて、もう10年で卒業できるみたいな。ちょうど自分の入った年は、このシステムなくなって、普通に、11年間通うことになったんだけど、うん、まあそういうのもあった。結構短い。へ、で逆に大学は基本4年なんだけど、うん、そのもうちょっと上の世代は大学5年という決まりだった。あ、決まりだったんだ。そうそうそう、もう本当に多分もう5年詳しいことは知らないけど、うん、まあ自分よりはちょっと上の子たちは大学5年通ってた。うん、じゃあまずそもそも日本だと、まあ高校まで12年のところが、うんうんうん、ロシアは4年、5年、2年、そうで違うと、11年間。うん。あと、例えば、まあ、学校の、通う時間。うん。で、まあ、多分、学校によって違うと思うんだけど、その、早番と遅番、みたいなのあって。うん。で早番は、確かになんか、8時とか、8時半とかからな。に、通学。あ、そうそうそう。うん、で、もう、12時半頃に終わるの、学校。午前授業なんだ。そうそう。全部が。で、遅番は逆になんか12時半か1時からで、で、なんか5時とか5時半まで。それは何？生徒が自分の意思で選べるの？いや、その決まってるの。この学年は、今年この学年はこの早番、今年この学年は遅番。あ、自分の向き不向きじゃなくて。あ、そうそう、選べない、選べない。学校入ったらそうそう言われるの。でも確かに、小学校は全部早番だった気がする。多分なんか、やっぱり小学生は親の送り迎えとかもあるから。だからその、まあ、授業の時間、日本よりも短いんで、短いね。結構なんか、一日中日本はもう学校にいるって感じがするんだけど。まあそうだね。そう、そんなことは全然ない。で、あと、日本人のは大体、授業終わったら部活じゃん。まあそうだね、夕方から部活。うん、そう。まず部活がない。部活の概念がない。概念がない。そう。なんか習い事はもちろんする人いっぱいいるけど、その学校以外、うん、なんかなんとか教室に通う、うん、なんかサッカー教室とか音楽の学校とか、スポーツのさ、そのチームみたいなのあるでしょ。でも自分クラブとか、なんかスポーツのチームみたいな、確かに なんかバレーチームあったような気がする。チームっていうか、学校はにバレエの練習してる子たち何人かいた。なんかサークルみたいな感じなのかな。そうそう、サークル、そう、サークル感覚かな。そう。別にその学校のチームとかって感じじゃないし、うん、で、そのなんか、体育祭みたいなのもないから、うん、体育祭もないし、学園祭とか文化祭もない。うん、何もする。学校のイベントそこまでない。なんかたまに、なんかの祝日に合わせて、なんか学校の中のコンサートみたいなある。それ生徒たちがやる。そうそうそう。まあ、先生たちが、だいたい考えてるのが先生たちなんだけど、まあ、出てる役としては生徒。かな。まあ、それ学校生近いんじゃない？そういうことじゃない。なんかコンサート。コンサート。コンサートなんか、だいたい合唱したり、うん、なんか、ちょっとした演劇やったり。で、みんなでやってもわけじゃない。そう、なんか、選ばれし。参加したことない。参加したことないから。それはさ、やっぱイケてるやつらがやることなの？バンドとかは。バンドやらないよ。楽器やらない、やらない。やらない。そんなかっこいいもんじゃない。ダサい。絶対ダサい。ダサいし、誰も参加したくないし、うん、なんか見に行きたくもないけど、行かなきゃいけない。みんな大体嫌い。あ、じゃ日本みたいに、そう。その楽しいイベント。楽しいイベントじゃないんだ。そう、違う。逆。誰も得しないイベントなの。もう本当に、本当にそうなの。
ただめんどくさいだけ。じゃ誰が楽しんでやってんだろうね、本当に。わかんない、なんか先生たちがそのことやらせなきゃいけないと思ってるからやってるんじゃない、わかんないよ。じゃあさ、部活もないわけじゃん。うんうん、ないし、そのバンドとかも大して頑張らない。うんうんうん、頑張らないっていうか、ないし。自分たちのさ才能、それともロシアからさ、なんかアスリートとか出てくるじゃん、うん、当然だけど、うん、そのちっちゃいうちに才能をどうやって見つけるんだろう。習い事をさせてるからじゃない、その学校以外の。あ、例えばサッカーの習い事とかに行って、あ、そうめちゃくちゃ上手いやつは大体なんかみんなどっか行ってるから、うんうん、まあ自分の意思か親に言われて行ってるのか。うん、まあそっか、でも日本もそのリスクで言ったら日本も変わんないか。めちゃくちゃ才能ある子が部活にいたけど先輩に潰されちゃったり、先生にね、ちょっと無茶な指導で潰されちゃったりっていうリスクはあるから、そういう意味では別にそのリスクは変わんないのかもね。いや、まあどうなんだろうね、うん、要はその A の学校しか通ったことなくて、でもそれも別に A はうまくなったわけじゃないし、うん、なんか今も書いてないし、 A 書きたくて入ったんだけど、結局なんか先生に言われたことを、うん、なんか書かなきゃいけないのが嫌になって、うん、別に自由に書きたいのにってなって、もう頑張って卒業したけど4年通ってた、うん、なんか特に、うん、今もう俺より絵描いてないもんね、うん、そうなくなって絵描くことに興味なくなった。シンプルで、めっちゃ行きたくて、うん、めっちゃ親になんかおねだりして、もう入りたい入りたい、めっちゃ入りたかった、うん、とにかくまあ入りたけどさその結果はって感じ。じゃあリュウは日本の生活で例えたら美術部に入ってたようなもんだ。まあそうそうそう、でなんか確かに週2回やってた。少な、少なく、うん、そうそう、こんなもんだ。そうそのそのそのなんか習い事はこんなもん。ああそうなんだ。そう、毎日行ってるわけじゃない、部活じゃないから、うん、週1のものとかもあるし。へえ、そう、大体なんか音楽の学校通ってる友達だけども親友、うん、すごい嫌いで、ピアノ習ってたんだけど、すごい嫌いで、やっぱり親に言われて入ったから、うん、確かに就任ぐらい、なんか大変そうだった。じゃあそもそも部活のやり方も、あ、そもそも部活、そうそう、部活ない。そもそも部活っていうものに対するあり方も、日本とロシアで全然違う。そうそう。あの、面白かった質問でさ、うん、あの、ロシアでも部活の先輩が怖いみたいなのってないですか？ああ、なんかそれはさ、半分ある、半分ないみたい。まずその、先輩という概念がない。先輩という概念がないってことは後輩という概念もない。そうそう、先輩後輩というのがなくて、なんかまあもちろんその上の学年の子たちみたいな感じであるけど、うん、そのまあ先輩後輩の概念ある程度でその部活で生まれてると思う、うん、なんかそういうあの、まあ、部活はさ、その自分の同じ学年の子たちだけじゃなくて、いろんな学年の子たち揃ってるから、うん、そういう関係が生まれるわけで、ロシアの学校で他の学年の子たちなんか一緒にやることもほぼないから、うん、もうそういう関係生まれないの。その同じ学校っていうものにしか結ばれてないから、なんかもう先輩ってほどじゃないの。あ、ロシア語ってさ、敬語あるの？うん、敬語、なあ、また日本語と違うんだよね。まあ、ちょっと丁寧な言い方はあるけど、敬語って言っていいか。まあ、じゃあ別にその上級生と喋るときにわざとその喋り方に変えるってこともそんなしなくていい。ごめん、陰キャだから喋ったことない。ない。逆に自分の年下の子が多分書いてないと思う。自分に話しかけてくるときになんか違う話し方になってる感じじゃない？多分ないかな。いや、その子の考え方なんじゃない？でもその理由が、その子がなんか、あ、すごい年上のお姉さんみたいな感じだったら、もしかしてその丁寧な言い方したりするけど、でもそんな、いや、多分ないね。でしょ、想像つかないんだから。その同じ、まあ、生徒だから、もう子供っていう意識あれば、同じ子供に対しては、うん、まあ普通に同じロシア語喋る。先生に、まあさすがにもうちょっと丁寧なロシア語使うけど。さっきの話からも、うんうん、やっぱ先輩後輩っていう概念はない。そう。ないよ。ないない。でも、概念はないけど、上級生が怖いっていう概念ちょっとある。なんかちょっと。逆らえないみたいな。逆らえないというか、なんかちょっと生きって見えるっていうか。ああ、そういうことね。なんか、まあ、こう、あのさ、あ、まず、
あの、ここから始めなきゃいけない。あの、大体さ、日本は小学校を卒業して中学校に入る、中学校を卒業して高校に入るみたいな感じなんだけど、うん、ロシアはもう同じ学校、その、うん、同じ建物の中の全部起きてるの。小学生から中学生になって11学年全部入ってる。そうそうそう、小中高一貫なんだ。そうそう、もちろん転校する子たち、うん、このタイミングで転校する子たちもいるけど、で多分高校はなんか、まあ、東海だったらなんかいい高校とかもあったりすると思うんだけど、うん、その、まあ、自分は田舎の学校しか通ったことないからこういうのしか知らない。うん、大体も全部11年間同じ建物の中で過ごして、で小学生も中学生も高校生も同じ建物の中にいるの。うん、小学生、うちの学校は、あの、小学生の、なんかブロック、小学校ブロックみたいなのがあって、うん、で、普段は、授業をずっとやってるの、小学生だけ。うん、で、小学生はずっと同じ教室、同じ教室で、同じ先生やってるの、うん。で、その、体育の授業だけかな、体育と音楽の授業だけは違う先生。うん、そう、それ以外同じ先生やって、うん、で、中学校に入ると、その、授業ごとに教室移動するの、うん、なんか大学みたいに。はいはいはい。そうで、その移動するときはそのまあ中高生のブロックみたいなあって、うん、中学生になるとあちょっと高校生怖いなとかもある。うん、あとテストとかまあいろんな問題の点数が違うの。なんか日本は100点満点とかでなんか A、B とかあるじゃん。まあでも基本100点満点とか小テストなら20点満点とかで、その出来具合で ABC とか作られることがある。そう、うん、ロシアはもう5まで5点満点テストが、テストとか何でも何でも点数つけるときは5点満点。それちゃんと評価されてんのかな。評価されてるよ。評価っていうことは1個ミスしても5点もらえることがあるってこと。1個ミスしたら5マイナスみたいな。そう、単にそのなんか5は素晴らしい、うん、で5マイナスはまちょっとした間違いある、うん、5マイナス5プラスとかもある、うん、5プラスとかも素晴らしいエクセレントみたいな。完璧だとしたらさ20点満点とかでいいじゃんと思うけど、ね、いや別になんでそのだ、なんでそんなに20点つけなきゃ。いやいや20点だったらめっちゃむずくない。 5プラスやるぐらいなら別にその5段階の意味がなくなってんじゃん、破綻してるじゃん。いや別にいい、そこ疑ったことないの。ない。日本で言うと100点満点のテスト、期末テストとかが、うん、ロシアだと5点満点のテストでしょ、うん、でもその中には5プラスもあるってことで、うん、なんか釈然としないな。なんかでもさ、なんかその別にその5プラス5マイナスも結局5だから、なんかもうこれただのプラスとマイナスただの気持ち。例えばそのなんか、なんかその期末の点数はもう普通の5とか4、3とかしかないから。ああ、そっかそっか。そうそう。なんか宿題の点数はなんかプラスとかマイナスついてるけど、はいはいはい、なんか。あ、本当にちゃんとした。そうそうそう。大事な、大事なやつはそう、マイナスマイナス。うん。だとすると、例えば大事なテストで、うん、1問2問ミスっても5がもらえることがあるってことだね、逆に言うと。1問2問ミスったら5はないんじゃない。あ、そうなんだ。うん、1問2問、まあ本当になんかミスったっていうか、なんかミスったけどほぼ正解みたいな感じだと5だと思うんだけど。だとすると5を取るのって日本で言ったら95点取るのより難しいってことになるよね。あ、まあ多分95点ぐらいじゃない。そう、ね、そう思う。そう、だから5の、5段階になってないよね。まあなってない。だから、しかも1はない。3つだよね。何だこと ?1 はない。まあ1は、なんか昔使われたみたいんだけど、1はもう、なんか本当に最悪な、なんで全滅したんだろうね。なんか、最悪な評価だから、1はもう誰もつけない。だいたい最低は2。どんなに悪くても2。1をつけないのも暗黙の了解なんだ。そうそう。なるほど。そう。あるけども、存在するけど。そうそう。なんか昔は、あの、使われてたらしい。何の時代はない。白紙で出しても1はつかないってこと？いや、1はつかない。もう2。あ、そうなんだ。そう。そう。いびつだな。なんか、いびつな5段階なの。すごくない？なんか、変なピラミッドになってる。うん、それ面白いの。そう、点数が違うんだよね。その点数めちゃくちゃ面白い。
あと夏休み、夏休みは3ヶ月ある6、7、8月全部休んでる。夏丸ごと休み、3ヶ月丸ごと休みなの。そうそうそう。3ヶ月休みで反対、冬休みはどうなってるの。その分冬休みなんか学年によって違うんだけど、高学年になるとちょっと短くなるけど、うん、小学生とか普通に2週間あったし、それ以外も春休みも秋休みもある。結構長いですか。でも1週間ずつかな。 秋春は1週間ずつだったもん。そっかそっか。にしても長いね、夏休みが3ヶ月。そうか、長い。なんか普通だと思ってたけどね。あと質問であったのが、あのプールの授業はありますかっていう質問があった。多分お前いい学校にはたまに学校にプールついてることもある。でも自分の学校にはなかったし、その自分の町のどっかの学校にプールあるって聞いたことない。でも多分都会だったらそれなりの施設もついてると思う。うん、都会のいい学校だったらプールの授業がある学校もあるかもしれないけど、龍、うん、の知ってる範囲ではなかった。うん、そう、なかったなかったし、あと自分はあのロシアの南生まれで、うん、なんか中学生の頃はなんかショートメールで、うん、なんかメールトーモみたいにいたら、うん、全然違う地域のロシアの地区、うん、なんか同じ趣味で同じバンドが好きで、うん、メールやり取りしてて、でなんかもう何気ない会話でなんかこれから好きな授業だから行ってくるみたいな返事が返ってきて、なんかすごいショック受けて、もうふざけてるかと思った。好きの授業なんか自分の街にもうたまに雪降るんだけど積もらないし、でもなんか降ってもほぼすぐ溶けてしまうから、うん、なんか好きのやりようがないし、うん、好き見たことがない、うん、初めて好きというものを見たの日本に来てから公開で。あ、そうなんだ。そうそう、もう本当になんか架空のスポーツだったの、うん、で本当にスキーの授業あるのもありえなさすぎて絶対嘘ついてるだろうみたいなことを言ってた。でも北海道にもなんかスキーの授業ある、ね、いやある、北海道は普通にスキーの授業ある。いやでも多分その東京の子たちからしたらどうなのかな。いや結構言えないこと。びっくりされる。そうそうそう、すっごいびっくりしたもん。スキーの授業は1年に3回あって、1回が全校スキーって言って、全校生徒みんなでスキー場に行ってスキーの授業をやるっていう。すごいね。逆にロシアでさ、びっくりするような授業ないの？日本人がびっくりする。あの、安全の基礎という教科書。安全の基礎。保険かな？保険みたいな。何、その怪我の治療とかそういう。そう、それもなるわ。保険みたいな。保険な、日本で言ったら。まあ、それだけじゃないけど、で、いや、それでさ、なんか、まあ、聞いて、なんかメモするだけの授業もあるし、あとなんか、あと実習みたいな授業もあるの。うん、で、その実習の時は、あの、男子と上司別々の授業もあって、うん、で、そのね、男子はあれ習うの、あの、カラシニカフ銃の解体と、あの、組み立て。男子は？そうそうそう。が、女子も一応体験みたいな、あるけど、うん、さ、なんか、まあ、分解してみて、組み立ててみて、みたいな、うん。まあ、ガチで習わない。ああ、なんかやってみた。ああ、なるほど、みたいな感じで。でも、銃に触ったんでしょ？うん、触った、触った。なんでそんな面白いこと、俺に言わない？いや、なんか普通だから。自分にとってはめっちゃ普通だから。で、男子はガチで習って、なんか何秒でできるか、なんか競争するみたいな。すごいね。え、それ、何年生の時にやった？なんか高校生、覚えてないけど、確かに高校。高校生の中で、うん、一生に一回だけやったの、その授業。いや、一回や何回かやった。何回かやってたの？なんか上司は多分一回だけ、で、うん、男子は何回かやってた。カラシニコフってこう、多分折ったり、なんか。長いやつでしょ？そう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 。なんていうのロシア語であれ、ちなみに。カラシニコフ。アフタマトカラシニコフ。アフタマトカラシニコフ。そうそう、アフタマトカラシニコフ。だから AK なんだ。あ、そうなの？あれよく AK47 とかってるけど、多分そんな略かな。そうそう、多分そう、アフタマトカラシニコフの。なんか合ってるかどうか。だと思うよ。自信がない。で、多分1947年モデルとかって意味なんだよ。すごっ。めっちゃかっこいいじゃん。かっこいい。テンション上がったそれは。覚えてない。人数分の、なんか10丁ぐらい銃があるの、そこには。いやー、何台かあって、で、なんか順番にやるの。めっちゃあるわけじゃない。うん、みんなの分あるわけじゃない。すごいね。そんなことしてたんだ。そうしてた。確かに言われてみればすごいんだけど、その時は。スキー学習より全然すごい。いや、スキーの方がすごいって。い
いやいや、だって、スキーなんてさ、いや、北海道民みんな持ってんだから。いやいやいや、そのさ、別にさ、銃があればできるわけじゃん。多分本物の銃じゃないと思うし、なんかもちろん。なんかよくわかんないけど、勇気なければ、勇気持ってきてスキーできるもんじゃないじゃん。ああ、そういうことね。まあ、銃持ってくればできるのに。いやいや、そういう問題じゃないって。だって。分かってない。分かってない。銃はさ、日本でやるとしたらさ、免許が必要だしさ。無理だもん、雪。いや、でも本物の銃じゃないから別に免許いるかも。知らんけど。いや、日本でもモデルガンもまた免許がいるから。日本で。知らない。もしかしたらロシアもいるかもしれない。その銃は知らない。あ、おじいちゃんなんか子供の頃、でかい銃持ってた、なぜか。本物のやつ。リュウが子供の頃に。そうそうそう。おじいちゃんがでかい銃持ってた。多分その なんというか動物を撃つやつかな、なんか知らない。何言ってたんだろうね。かもしれない。うん、いやなんか毎年あのおみそかお正月時20過ぎたら、うん、あの2話でなんかそうなってそうなんじゃない。なんかその習慣があったわ。うちの家族に。あ、結構親しみらしいよ。知らない知らない。東南アジアとかで。知らない知らない。もう空に落ちるだけ。空に撃つけど、撃った弾って確実に落ちてくるじゃん。いや、そうだけど。その弾で、なんか東南アジアとかで、フィリピンとかで毎年何人も死んでるんだって。そうそうそう。いや、わかんない。その事情はわかんない。ちっちゃかったから、本当にな。何の銃かわかんないし、なんかその、シカゴとかいるかどうかもわかんない。銃の話がね、ちょっと俺衝撃的すぎてさ、なんか本当結婚して7年ぐらい経つけどさ、うん、初めて聞いた本当に、びっくりした、どうしようか、自分だけの学校の話だったら、いやだとしても別に面白いからいいっていうかあれだね、あのこうやって動画にして初めて俺龍の話聞きながらさ、俺こんなことも聞いてなかったんだって。ああ、なるほどね。まだなんかあるかもしれないよ、引き出しが。そうそうそう。っていうか、俺この7年間、龍と一緒に何してたんだろうって。そうだってこの小学校の、小学校の話とかも聞いたことない話いっぱいあったし。まあ、確かに。ね、なんか話さないよね。いや、ね、会話はちゃんとしてます。してないと思われてないよね。思われちゃうんじゃないかなってぐらい、なんか、聞いたことない話ばっかりだから。逆に、ね、いい機会かもね、こうやって質問もらって、動画にして初めて言うと、話したことない話して、うんうんうん、勉強になるし、うん、まあ、とりあえず今日は、あの質問にね、こう、パッパッパッって答える感じで、あの長い動画にさせてもらったんですけども、またこの動画を見て新しい疑問とか出てくると思うので、気になったことがあったらコメント欄でどんどん質問してください。あと、こういう動画見たいのとかあれば、ぜひコメントください。というわけで、ザクチェニア。ロシアの学校ではカラシニコフ銃の組み立てと分解を習う授業がある。バイバーイ。ニキビちゃんと消してね。このライダーのショート動画加工しなかったでしょ。別に良くない。だってさ、結局さ、ショート動画で見てもさ、長い動画になったらさ、フル尺は別に加工してないじゃん。よくない？加工するのマナ。いや。加工するのマナ。別に加工じゃなくてもさ、その変わんない。加工するのマナ。なんで分かってない？いや、違う違う。加工できるところは加工しろ。違う、そうじゃなくて、だって。ね、知らない。知らない。加工しないなら撮らない。なんで？だってさ、俺見た限り、龍加工しても加工しなくてもそんな変わんないよ。だとしたら、自分変わる、大きく変わる、自分の気持ちが。悪いけど世の中には40点の人が加工して、80点になることがあるよ。そういう人たちいっぱいいるよ。だけど龍は別に、加工しなくても80点。いや、その、他人から見た40点と80点でしょ？別に他人からどう見られてもいいから、うん、その自分の、自分の動画を開いて、自分を見て、まあ、ある程度納得いくような事態が欲しい。ショート動画自己満、自己満なの。本当に、もう過去なしの動画開いて、ああ、何言うかもう見れない。見れないの、自分の過去なしの動画。だから、その長い動画を見てないの、その顔。顔見てない。加工してさ、可愛いって言われて嬉しい。別に、可愛いって言われたいわけじゃない。自分が許せないだけね。そう、自分が許せない。別にさ、たぶん、
なんか興奮したらしたんで、なんか声やりすぎとか言われるし、別にどうでもいいから、その言われたいとか思われたいじゃなくて、うん、納得いこう顔になりたい。せめて。せめて自分で見れるような顔になりたい。それで。ここなしだと見れない？理解できないな。まあ、メイクすると一緒。